皆さんこんにちは、はるかねです。今日はこちら、オビツ製作所から発売されているオビツ11というね、小さな手のひらサイズのお人形のパフスリーブボレロを作っていこうと思います。パフスリーブはね、いろんなドレスとかにもいろいろ応用できると思いますので、よかったら参考にしてみてください。材料はこちらのコットン 100% の生地と、そして小西株式会社から発売されている布用ボンド裁縫上手と、生地に近いね、お色の糸と針を使って作っていきます。はい、切ってみました。 4cm×4cm、 後ろ身ごろが1枚と 4cm×2.5cm、 前身ごろが2枚、そして 1cm×4cm、 袖口が2枚と 6cm×2cm、 袖が2枚になります。こちらはね、フリル用で 1cm×30cm ぐらいを用意します。では以上で作っていきます。はい、ではまずはじめにね、こちらが表側で、こちらが裏側になるんですけれども、後ろ身ごろの表に対して前身ごろの表をこうね、こちらの端に合わせておいて、もう一枚もこちらの端に揃えておきます。そしてこのね、ちょうどこっからここまでの真ん中あたりに印をつけて、上から1センチ、こっから1センチをこうね、山形に切っていきます。そして首穴をね、1センチぐらい開けます。で、片端から5ミリぐらいのところから、だいたい 1.5 センチぐらいのところまで袖ぐりを切っていきます。そしたら接着剤でね、この肩の部分を留めていきます。次に袖をね、表同士をこう合わせて切っていきます。合わせた状態を半分に折って、1センチ残してこうカーブに切っていきます。では次に針とね、糸を用意して、袖にね、ギャザーを寄せていきます。こちらの端から5ミリぐらいのところから、こちらの端5ミリぐらいのところまで、だいたい上からね、2ミリぐらいの幅を開けて、ずっと並縫いで縫っていきます。で、今回はね、玉留めはせずに2回だけ、最初だけね、キュッキュッと2回くくって縫っていきます。5センチぐらいね、残して糸を切ります。反対側も縫っていきます。はい、このように袖ね、両方ともギャザーを寄せられたら、次に袖口を作っていきます。こちら表側なんですけど、裏側にね、接着剤を塗って半分に折って接着していきます。次に袖と袖口をくっつけていきます。こちらがね、下が折り目になってて、上がね、切り口なんですけど、切り口側の方にボンドを塗ってこうね、接着していきます。ある程度ね、ボンドが落ち着いたら、これを開いていきます。では次にボディを開いて、肩の部分をね、ネイルアイロンでしっかり伸ばします。そしてこのね、袖ぐりの部分に袖をつけていきます。で、今つけたね、
袖口の方が外側に来るようにして、このギャザーの部分を袖ぐりの部分に中表になるようにね、こうくっつけていきます。はい、それで袖がねしっかりこうくっついたら、こちらが表側なんですけれども、生地を中表にこう折って、このね袖口から脇の部分をくっつけていきます。はい、ではボディのねこの脇の部分の接着剤が乾くまでの間に、こちらのフリルを作っていきます。まずねこういう糸をあらかじめ抜いておいて、先にねほつれにくくしておきます。両サイドのね糸をシューッと抜いて、こんな感じにね先にほつれさせておきます。そしてこれをね塗ってギャザーを寄せてフリルにしていきます。こんな感じでねギャザーを寄せられたら、次はこっちのねボディの方の袖をひっくり返していきます。袖をねひっくり返しました。このままだとねこの脇の下の部分がふわっとねこういう風な感じでへこんでしまうので、こうこののりしろの部分を背中のパーツにグッとねこう貼り付けていきます。そしたら一度ね人形に着せてみて、着る部分を決めていきます。はい、そしたら印に沿って切っていきます。下あたりが一番目立たないので、こっから始まってぐるーっとこうくっつけて、ここで終わるっていう形でくっつけていきます。こんな感じでねパフスリーブボレロ完成です。パフスリーブボレロはねこういうカジュアルなスタイルからワンピースとかドレスまでね何にでも割と合わせやすいので、一着あると便利だと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あとツイッターとかねインスタグラムなど SNS へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。